今日使ったバイクです。これからケアしていきます。中敷きはもう取ってあります、はい、砂落とします。砂を洗い落とす理由は何なんですか？まず見た目が嫌なのと、ソールとこの何革の間に入っていくのが嫌なんで、取れない場合はエアーね、エアーシューっていうのでやる時もあります。なるべく革は濡らしたくないんで、汚れが軽い場合は濡れたタオルなどで拭いて汚れを取ります。はい、革を濡らさない理由は何かあるんですか？縮んだりすると思うんで、まあこだわりがない人は別に全然いいと思うんですけど、あんま濡らすのは多分良くないんじゃないかなと思うので、はい、自分はそうやってます。で、濡れたからってあまりこう日光に当てるのも良くないと思って、はい、さっと汚れを取れるときは取っちゃいましょう。履いてすぐ取った方が汚れの落ち方が違うと思います。で、もしこのタオルとかで取れない汚れはクリーナーなどがあるので、それを使って落とします。はい、あと紐の汚れが、試合用とかは結構まめに洗うんですけど、練習用とかだとたまにしか洗わないけど、紐が汚れたら外して洗うこともあります。紐は洗濯するんですか？手洗い。色がついてる場合とかもあるんで、色落ちちゃったりもするんで、手洗いで洗っていきます。こっちが、ケアとか汚れを落とした方で、こっちはまだ何もしてない方です。ざっとなんですけど、とりあえず砂とかを落としました。はい、はい、これがスパイクに塗るクリームです。こんな感じになってまして、これ硬いな。嘘でしょ？嘘です。これクリームになってます。分かりやすく言うと栄養を与えるとでね、皮を保護してくれるっていう役割だと思います。はい、染み渡る栄養、生まれるツヤ。他にはカーボンミッドソールクリーナー、はい、ソールの黒ずみをごっそり落とすアイテムです。あとこれはクリーニングフォーム、泡で出てくるタイプで、それで汚れを落とすという、タオルとかで落ちない場合はこれを使ったりもします。あと、ちょっと似た感じなんですけど、この消臭スプレー、除菌消臭スプレー、なんかこうシューズ以外にもバッグとかウェアにも使えるそうです。これは主に長谷川くんのスパイクの中の匂いの問題を解決してくれるグッズです。はい、あとは防水スプレーですね。はいはい、靴、スパイク以外にも使います。こんなもんですかね。あ、これもこれ防水クリーム、はい、になります。で、だいたいクリーム塗って仕上げにこれで拭いたりしてます。このね、毛、これを塗ってきます。はい、ブラシを使って、はい、こんくらいかな。こう、あれなんですよ、手を伝わらないと思うんですけど、香りがいいんです。はい、このスパイクは、この前面がカンガルーの革なんで、
まあ、主にこっちを中心に、あとは後ろは健康なので、確か、あの、艶を出して、こう、伸ばしていきまして、乾いたら、これで、乾いたとします。こう、最後仕上げて。クリームを塗ってから、少し、あの、時間を少し置いた方が、かかります。ちなみにこのクリームは、どの色のスパイクにも対応します。こんな感じで、はい、自分がここに入った時に、まだテレビが J1 の頃でその時もいたんですけど、やっぱり J1 だったし、こう何だろう、何でも練習が終わったらスパイク磨いてもらってって感じを見てて、やっぱりこう J1 の活躍してる選手がそれをやってもらうべきだと自分では思ってるから、俺は今 J2 のチームにいる選手だから自分でやってる目標みたいな、 J1 でこう試合に絡むような選手がやってもらえばいいと思ってるから、それを目標にそうなれるように未だにそう自分でやるっていう、細かい作業が好きなんです。はい、あのこのこれだけに限らず、なんかほら細かい、なんか車のバッテリー交換とかやっぱり物を大切にすることは大事。そう、あのやっぱ若い頃そういうこと気づかなかったから、もうねもらって履いてボロボロになったらまた、そういやもうボロボロじゃなくても新しいの履いてたような気がしたから、うん、あそういやだからそれは今思うと本当何やってんだろうなと思うし、物を大事にしなきゃいけないなっていう後悔のもと今やってるっていうか、まあね、楽しいし、でまたコロニーさんがあの、ね、サポートしていただいて、はい、スパイクの状態もいいですし、はい、他の選手はやってもらってる選手はいると思うん でいい状態でプレーできてるので、まあ、それはそれでいいことだと思うんで、はい、自分ではこうやって続けてね、J1 のベレディが行って、ね、そういう選手に戻れるのか、引退が早いのか、あの、中井さんからね、そうそうそう、いつでもね、諦めちまえって言われてるんで、さっきももう、あの、引退決まったからって言われてます、ね。いつも言われるんだけど、はい、粘って。へこたれないですね。メンタル強いんです。うん、の OB の柴田が今日練習来てくれたからって言われてたし、まあ、うん、まあまあ、まあ、あのもう何も言われなくなったら終わりだから、ね、言葉は悪いかもしれないですけど、うん、こんだけね体が大きくて、うん、どねんど構えてそうな人がこういう細かい作業に気を使ってると思うとギャップがありますよ、すごい。まあまあそれがね好きっていう人いますからね、いないって怖いですね。俺試合をもう準備、もう試合会場で汚れ落として、あのナイターだったらホテルに持って帰って乾かして、で帰ってきて手をつけて、グローブを取る。グローブはよく言うよね、宿舎で洗っちゃうっていう、金が洗っちゃう。いや洗うのはもうスタジアムで洗っちゃう。あ、シャワーですか。だからたまにこうあのシャワーが少ないスタジアムもあるから時間経って迷惑だなって思われてるのに、そういうタイプ。ということで